なんさま体操。皆さんこんにちは。なんさま体操の時間です。なんさま体操は儲かってますか？皆さん、テレビの前の皆さんと私が一緒に体操をして自分の体を運動する番組です。ですので皆さん、立ってくれ、立ってね。お酒を飲んで、体操の準備をしてください。始めますよ。ではね、最初の体操の振り子です。振り子の運動は、足を肩幅に開いて、そして両手を左右に振るだけの運動です、ね、僕は立って運動しますけど、この運動はですね、座って横になっている人もこうやって体を、動かすのは大変かもしれないです、ですけど、椅子に座っている方、横になっている方もね、2分間僕と一緒に体を動かせるどこかをね、自分で探して自分で動かしてもらえればね、僕の力になります、その力を皆さんにも返しますのでね、一緒にやってもらえるとすごく嬉しいです、だから一緒にやっていきましょうね、ではね、振り子の運動2分間やっていきますよ。皆さん、みんなでやっていきましょう。よーい、スタート。両手を左右に振っていきます。足はね、しっかり地面をつかんでね、こうです。でね、こうやって動かしていくと、背中の方の、痛みがですね、左と右でね、ちょっと違うことを感じると思います、そちら痛い方はね、よく頑張ってる方です。よく使ってる方なので、自分でね、ああこっちね、こっちお前か、お前が頑張ってんだなって、自分でね、自分自身に話しかけてほぐしてあげると、本当にね、緩んできますね。嘘と思う。冗談、本当に。でもね、そういう気持ちで自分の体をね、慈しむと体もよく動いてくれますね。そうやって自分の体を気遣うことで、あ、ここが悪いな、ここが痛いなっていうところがね、だんだんと自分で優しくすることでよく動いてくれるようになります。ほったらかしにするとね、どん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 いつの間にか、あらって感じで痛くなっちゃいますんで ね、足の指とか、そうよ。はい、1分経ちました。足の指の運動もね、そろそろしないとなってね、考えてますね。近々やれたらいいなと思います。はい、で動かしていきます、僕の背中の痛みもね、だんだん消えてきましたね。やっぱこうやって動かしていくと、自分の体の状態とかをね、しっかり自分自身で把握して、大切にしてあげることができますね。そうすることでね、他の人にも優しくできますんでね。動かしていきます。一丁前のこと言ってますけど。はい、左右に振ります。で、あ、そうそう、1分経ったけんね、疲れた人は休んでいいですよ。2分間やったから OK じゃなくて、10秒15秒でも自分自身でね、動かすことが大事です、動かそうとするその気持ちが大事なんでね。はい、もう終わりますよ。3、2、1、はい、 OK です。終わったらね、ちょっとじーっとします。自分でね、で自分の体の中の、感じをしっかり味わいます、運動する前とね、運動した後の感じ絶対違いますね。それをしっかり感じて、あ、俺頑張ったなと一言ね、自分を褒めてみてください。はい、ではね、振り子の運動はこれでおしまいです。明日に向かってなんさま体操。はい、今日はね、2つ目の体操は、寒いからね、皆さん、前回はちょっと体こうやってやってたけど、そのなかなかね、部屋の中にいたりとか、スマホ、パソコン、テレビ、よく目を酷使してるので、今日はね、目の体操をしていきたいと思いますね。目の体操をする前の準備体操をやっていきたいと思います。いろいろ本当は触りたいけどね、もうこれだけにします。手を、20秒こすります。音する、シュッシュッシュッってね、この音で手をこすりますよ。20秒 OK、 いきます、1、2、3、4、5、6、7、8、9、もうちょっと早く、11、12、13、14、15、
16、17、18、19、20でこうやって温まった手を両手お耳に当ててください。で軽く押さえてあげます。じわーとですね、はい。でこれもまあ10秒ぐらいでいいですかね。19、8、7、6、5、4、3、2、1、0でゆっくり外して目を開いていきます。ですかね。で今日の、ね、目の体操、スマホとかテレビを見てるとですね、結構あのね特番とかなるとね90分とかね、テレビでは2時間とかあんまりないけど、まあ90分とかね、ずっと同じここからここまでのね同じ位置でずっと目を動かすことはありません ね。そういう状態をずっと続けてるとね、そのこの状態でずっと90分いなさいって、そうするとどうですか皆さん、もうこの辺がピキピキになるでしょ。それと同じで目も同じ状態でこうやって頑張ってる状態なんですね。そうするともう疲れますよね、目がね。ね。で若い人はいいですよ。若い人はね、ギュッとこうやって1時間押してパッて離してもこのへこみがねすぐ治りますね。僕もね、もう40代50代になってくるとなかなか戻らなくなってきますね。そういう感じでこの疲れた筋肉がねなかなか戻るには時間がかかりますね。ですので自分でこうやって動かしてあげてね、ちょっと運動してあげると回復が早くなりますね。回復が早いってことは疲れにくくなるってことですね。目の老眼とか、まあ、なってしまった人はしょうがないかもしれないですが、もしかしたらちょっと見えやすくなるかもしれないので一緒に目の運動してもらったらいいと思います。とても簡単です。両手をこう一本一本作りますね。これを横にします。で顔の上と下ぐらいに合わせますね。で目の運動なのでね、ちょっと体を動かさないですけど 目を上見ます。1、2で下向きます。3、4、5、6。今数えながらね、この上と下を交互に見てます。この運動をしていきたいと思います。いいかな、簡単でしょ。で手がねちょっとね動かない人とか上げきらんって人は物でもいいです。部屋の物の上、まあテレビの上とか床を決めて、そこを目を上下させる運動を一緒にやってもらったらいいかなと思いますね。で分かりやすくね、こっちこう手でやっていきますけど、いきますよ。じゃあ20回いきます。いきます、いくよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。で目をちょっと閉じて休んであげてくださいね。ちょっと見えないのでちょっと開けてますけど、しばらく目をつぶって休んであげます。で19、8、7、6、5、4、3、2、1、0ぐらいでね、はい。で今度は立っていったんで、今度は横いきます。横でまっすぐ見て目が見えるぐらいね、指が見えるぐらいまで、このぐらいまで見えるかな。でこれも一緒です。上下と一緒、右左右でね、思わず首がこうやって動くと意味がないんでねそうそう、今僕も広げすぎてそう思ったけど、もうちょっと狭くてもいいかもしれない。目だけが動くようにね、しっかり見える目がね、目を大きく開いてやってくる。この目を横に動かしますですね、顔がこうやって一緒に動かないようにほらお父さん首が動いてるよってね、他の人に見てもらって確認してみてください。いいですかね、目だけですよ。はい、じゃあこれもいきます。20回いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。で20したらちょっと休憩してまたお休みします。でね、はい、でもっといろいろあるんですけど、今日はね2つだけにしたいと思います。上横ね、でもぐるっと回ってもいいけど、まあ、今日は上と下だけやっていきたい。これを覚えて、今日テレビも2時間ぐらい見てるなと思ったら、これ指で動かしてみてね、
やってみてください。トイレでやってもね効果的だと思いますので、ぜひやってみてください。でね、目の体操の説明はこれでおしまいです。なんさま体操で元気になろう。はい、じゃあね、最後の体操はゆらゆらです。ゆらゆらは、30秒ごとの体操ですけど、まずはかかとを上げて30秒、ね、30秒経ったら今度はつま先を上げて30秒、ね、で1分だと短いんでね、もう1セットずつ30秒してする運動です。でこうやってゆらゆらするからね、ゆらゆらって言いましたけど、はい、でね、ゆらゆらね、足の前とふくらはぎの運動になります。であとはバランスね、こういうね、倒れないようにする体の能力を呼び覚ます運動ですので、ぜひやってみてください。でね、ちょっと怖いなって人は壁を使ってやってもらってもいいですね。はい、では、30秒難しい人はね、自分で10秒決めて10秒を繰り返しやってもいいですね。5秒でもいいですね。自分でしっかり、ちょっと自分の体と相談しながらねやってもらったらいいかなと思いますね。で、座ってる人ね、ベッドに寝てる人、その人も一緒にできますのでね。ね、こうやってベッドの人はつま先を自分の方に寄せて長くして、寝せて長くして、ね、座ってる人も座ったままでつま先をギュッと上げて、ちょっとねバランスが、つま先を上げたりとかかかとを上げたりとかね、できますので、一緒にできますよ皆さんね、一緒にやりましょう。はい、ではゆらゆらいきますよ。用意できた？いきますよ、よーいスタート。ぐーっとかかと上げます。はい、みんな伸びして、はい、かかとをしっかり上げます。でね、じーっとしてると難しいんで、こうやってちょっとねゆらゆら動いてしまうね。このままキープです。でね、怖い人は壁を持ったままね、一緒にやってみてください。ね、ふくらはぎが今ねぎゅーっと縮まってます。ここねぎゅーっと縮まって力入れてます。バランスとってます。はいはい、ではね、今度はかかとを下ろしてつま先をギュッと上げます。つま先をしっかり上げます。ちょこっとだけじゃないよ、しっかり上げるよ、ギュッとね、指をこう反らす感じでしっかり上げますね。じっとしていくけどじっとしてられない、バランスを取るためにね。ね、このバランスを取るのがいいんだよ。はい、しっかり上げます。バランス取っていきます。でね、最初の人はね、このかかとがちょっと痛い人もいると思いますけどね、少しずつやってます。はい、今度はかかと上げましょう。はい、最後の設定です。しっかり上げます。ぐっと上げて、これもこう飛んでいきそうな勢いでね、しっかり上げます。こうやってね、ギュギュッと上げますよ。はい、ぐっと指にもね上げます。しっかり上げて上げます。バランスをとって、はい、で最後です。つま先を上げてギュッと上げます。じっとします。難しい、ほっ、ね、こうなる、こうなっちゃう、ね、はい、ぐっと上げます。さあ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 、かかとがだいぶ上がってきます。どうでしょうか皆さん。はい、もう終わりますよ。3、2、1、はい、下ろします。ね、足がぶれにちょっとふわふわします。こう叩いたりね、アキレス腱を伸ばしてもいいですね。こうやってちょっと足をねほぐして、あ、よく頑張ったなと褒めてあげてくださいね。はい。はい、ではね、ゆらゆら体操はこれでおしまいです。はいね、寒い時期がね、高森は長いからですね、なかなか外に出て運動っていうふうにもね、頑張ってる人もいますけどね、なかなか行けない人も、僕もね寒いのが苦手ですけど、ね、部屋の中で運動できることをね少しでも見つけて、自分で動かしてもらったらいいかなと思います。明るく楽しい今を、自分で動ける幸せを、そしてかけがえのない素晴らしい今を、宝の森高森町の皆さんに届け。はい。よっ。はい、じゃあね、今日も体操最後まで皆さんお疲れ様でした。
また会いましょう。さよなら。